ラファエウトロイは、ブラジルマットグロスュ州、グローリアドエステ出身のサッカー選手。アタランタ BC 所属。イタリア代表。ポジションは DF。2007年から、ブラジルのゴイアス EC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2009年にトップチーム昇格を果たした。2012年7月5日、サンパウロ FC に5年契約で移籍した。2014年1月31日、 イタリアの AS ローマにレンタル移籍した。2015年8月26日、アタランタ BC に移籍することが発表された。ブラジル代表として U-20 代表でプレーした。先祖がイタリアのトレビーゾ出身であるため、自身もイタリア国籍を保有しており、2021年2月にはイタリア代表としてプレーすることが FIFA フフに認められた。すると、 同年3月19日、2022年、カタール W 杯欧州予選の3試合のメンバーとして、ロベルトマンチーに率いるイタリア代表に30歳で、初招集された。そして3月31日に、アウェーの地、LFF スタディオナスで行われた、予選第3節のリトアニア代表との試合で、先発フル出場し、代表デビュー戦を2から0の勝利で飾った。ありがとうございます。